その次、スナップに結ぶリーダーですね。リーダーがとても大事です。で、リーダーの考え方は、自分の場合はですね、やはり安全率 30% で見ています。リーダーをスナップに結ぶノットなんですが、自分はユニノットとかクリンチノット使うんですが、結局ですね、どう結んでも強度低下起きちゃうんですね。 FG ノットのように、このナイロンおよびフロロラインをきれいにね編み込んで強度落とさずに結ぶことが現状できませんので、自分の場合、特に、シーバスゲームのようにこう小さいスナップに細いリーダーつなぐときは強力が落ちないの、やりやすいノットがなかなかないので、ユニノットでやるときが大半です。そうするとユニノットの強度低下は結構ばらつきがあって、上手にやっても6割ぐらいしかキープできないですね。ということで、20ポンドのリーダーであれば、ここで結んだ時点でリーダーが10キロであれば、ユニノットで結ぶと5キロぐらい、実際もうちょい行くけど5キロで切れるっていう考え方で結んでます。で、今度20ポンドのリーダーの先に自分はだいたい P1 号を使うので、1号か08使うとだいたい7キロ8キロ9キロ台の強力で FG ノットが組めるんですね。そう考えていくと、仮にメガかったりパワーかけた時に最も役くなるのは、自分の場合はそのリーダーとスナップの結び目が弱くなるようにバランスを組んでます。できれば針伸びて、硬かったら針が負けて帰ってくる時もメガかなんかだと多いです。針ががっつりいっちゃって、しかも2つ3つかかっちゃって、針の方が強力が出ちゃってる時はここのスナップで切れる。で、ノットが切れるってこともないし、メインラインが高切れするとか竿が折れるとかそういうこともなく、このスナップに結んだリーダーの結び目が切れて回収、ルアーはロストっていうケースが多いですね。バットさん、村岡さん的に良くなかったノットってありますか？いや、良くなかったノットっていうのはないかな。ノットってばらつきが一番困るんで、例えば自分がシーバスでよく使うノットはユニノットなんですけど、じゃあユニノットはいいノットなのかって言ったら、強度は強力的には良くないんですよ。10キロで切れるリーダーでユニノットやったら6キロで切れるんですよ、大体。よくて7だから、8キロ9キロ出せるノットっていっぱいあるんですね。だけど6キロで必ず6、7で切れてくれるからシステムが守られるっていうのかな。 P の08とか1号のね表記見てもらって、で FG ノートは結節強度が 90% 以上出るんで、ほとんど強力落ちずにリーダー20ポンド使うと5キロとしてってなると、例えば芋虫ノットなんか使うと5キロがスナップでも4.78キロ出せるんですね。で、そうすると何が起きるかっていうと、 P ラインのそれこそラインローラーのところで切れるとかそういうことが起きちゃうので、ちゃんとそういう強力を設計して、寝がかってできればソラルは外れてほしいんだけど、と外れなかった時にフックを伸ばせる強力でやった結果、ラインローラーからバンバン切れてとか、途中の傷んだところで切れてリーダーに P ラインが10メーターとか20メーター残してしまう切れ方は、自分は一番やっちゃいけないことだと思ってるんで、だったらちょっと弱いユニノットで結んで、スナップのとこでスナップとルアーが根がかって残って、リーダーが切れて帰ってくる、リーダーは切れずに帰ってくるっていうのかな、っていうのが、寝がかんないに越したことはないけど、致し方ない選択として良くない、強力的には良くないけど安定して 60% 台で切れてしまうユニノットを使ってるとかね、ノットも深いです。はい、はい、じゃあ次の質問いきます。思い切り投げた時に PE を残してリーダーが切れる場合、単純にリーダーを太くしたらいいのでしょうか、それとも少し力抜いて投げなければいけないのでしょうか、ガイド抜けが悪くなりそうなのですが、 P1.5 にリーダー4号です。リーダー4号16 メタルジグの 40g とかぐらいより軽いルアーだったら、よっぽどね、陸上の室伏選手ぐらいの体格の人でもない限り、
切れないんで、それはね、リーダーが切れちゃうのはノットが悪いんだと思います。スナップの接続が悪いか、リーダーとね、P の接続がまだ下手っぴで強度が出てない。だからそれは、ね、自分の動画も出てるんで、いろんな動画見て研究して自分に合ったノット見つけてください。基本的には切れないはずです。はい、開いてしっかり上から当てます。で、当てた状態で左に引くことですね。この角度作ってあげる。で、下の手前から1回目はスタートして、で、奥の下から通して1回ワンセット、これを交互にやります。で、慣れたらここをね、うまく指で押さえてることでずれることなく綺麗にこう編んでいきますんで、これやっていく最中に覚えていくから。で、なんか P がきっちり巻きたい時ほどこうやってクククってやるとしっかり並んできますんで、 P ラインがね、この角度とこの押さえてるのがすごい大事かなと思います。こうやって喋りながらやってると釣り場でもいいんだけど、いや今日釣れるといいねなんて言ってやってると何回数えたか分かんなくなっちゃうんで、大事なのは多くてダメなことはないんで、分かんなかったら数えた時だけ14回分プラスアルファで、でも多分20回ぐらい巻いてると思うんだよね。で、最後手前やったらおしまいで、この状態でしっかり押さえたまま仮止めします。で、この時ここギーって擦んないことですね。うまくスッと滑らせるようにして仮止めしたら指離しても大丈夫です。で、ここまでの過程でどんなに風吹いてても大丈夫だし、慣れたら目つぶってもできます。全くこう糸を通すとか、こういうところの何か先端を掴むとか、そういう作業がなくて、そして持ってるラインだけの受け渡しで全部できるんで、編み込み式 FG の犬はさっきも言ったようにいつでもどこでも組めるというところですね。はい、で、このラインをしっかり締め出したらしっかり巻いて、で、巻く時もここで僕がいつも気にしてるんですけど、メインライン触っちゃうので、ここでラインに余計な傷つけないようにちょっとしっかり優しくうまく持つっていうのかな、傷つけないように意識してください。で、ぐーっと締めて、なんかさっきの系統が巻き込まれて赤い色ついてますが、これは系統の赤です。で、こういう感じで赤くなるのは毛糸だけど、カリカリした感じになって、指爪先で触ってカリカリしてたら OK です。で、こういうふうに綺麗にね、ちょっと喋りながらやったんで最後の方は甘いですが、重なるとボコって膨らんじゃうんで、それもないことを確認してれば、ほぼ強力出てると思います。で、今度この状態で使うラインがテンション緩いと、ハーフヒッチの時こっちの使うラインが折れた巻きハーフヒッチになっちゃうんですね。それはもう致命傷で強力の半分で切れちゃうんで、必ず張った状態からやる。このハーフヒッチも慣れたらこうやって輪っかを作って指でもつまんでスルスルって引っ張ってグイグイグイって締めて、また持ってこう輪っか作ってこうってやると、これどんなに風が吹いててもミスんなくできる。風関係ないんですよ、このやり方。こういう感じで編み込み式 FG は風が強くてもミスなく綺麗にハーフヒッチが編めるっていうですね。で、これで最後ビンビンビンって引っ張って、でもきっちりきっちり切って大丈夫です、はい、ほとんどリーダー余らせずに切ってもらって、もうほどけることはありませんので、これでやったら綺麗なノットが出来上がる。